そんなに。ここが見たい。そっか、男の子だもんね。あなただけだからね。ちょっと新一、そんなに焦らないで。優しい気持ちが大事なんだ。ちょっと新一、おかしいわよ。早く目覚まして。あ、うん、ありがとう。当たり前でしょ。最低。朝からスカートに顔を突っ込んだりして。リアルに私のパンツが好きって言った。ちょっと、なんでそんな大きくさせてるのよ。私を妄想してそんなに。違うの？私だってね、嬉しくないわけじゃないわよ。それは認めます。でもムードってものがあるでしょ。こっちにだって心の準備があるし。罰として朝ごはん抜き。そんなに食べたいの？まあ、そこまで言うんだったら考えなくもないけど。ただし、条件があるわよ。ねえ、キス。私に、おはようのキス、して。新一、新一、朝はいつも適当に済ませちゃうでしょ。今は若いからいいけど、後で絶対ガタが来るんだから。当然心配するわよ。だって屋上でキスしたでしょ。だから。
え、なんで？ほら、冷めないうちに食べて。朝練するって家に嘘ついてきたんだから、残さず食べてよね。やばいって？そんな、もったいなくはないでしょ。間に合わせの材料しか持ってきてないんだし。そんなの入れた記憶はないけど。バカ！調子に乗らないの！おはよう。おはよう。ほら、もっと近づいて。彼氏でしょ？一緒に登校するくらい当たり前じゃない。演技してるだけ。心臓はバクバクなんだから。泣き言言わない。一番アピールしなきゃならないのはここでしょ？うだうだ言わない。ほら、行くわよ。おはよう。ハハハハハ！
一部員、いや新一元部員よ、お前は大きな勘違いをしているぞ。なぜ我ら男のロマンクラブがこれほどまでに慢性的な人員不足に見舞われているか、お前は知っているか。違う、違います。時々言われるけど違うぞ。男のロマンクラブが慢性的な部員不足に見舞われる理由、それはロマンクラブの鉄の掟。ロマンクラブ部員はすべからく男のロマンを追い求め続けるべし。追い求めるからこそ、手に入らないからこそロマン。お前はもう手に入れちまったんだよ、ソレミユキって名前のでっかいロマンをな。男のロマンクラブ部長、あけぼのゆうたろうの名において命ずる。今日この日をもって、鈴木真一は男のロマンクラブを卒業する。おめでとう真一。なお前、なんでこんなこと。なんだと。本気でわからない。ソネさんというロマンを手に入れたお前がこれ以上何を望もうというんだ。ここコスプレナース、バニー、フケー、ミコ、そう、そしてメイド。学園のアイドル、ソネミユキ、クールビューティーなソネミユキ、ツンデレ挙動をしてくれるソネミユキ。そんな彼女がもし万が一メイド服を着たら、お帰りなさいませご主人様とか言ったら、それがロマンチカラだ。男のロマンは消えない、何度でも蘇る。俺たちが望むことをやめない限り。俺は宣言を撤回する。男のロマンクラブ部長の自分が恥ずかしい。新一よ、お前は今でも立派な男のロマンクラブ部員だ。新一、あなたたちバカなの。ほら早く。別に拗ねてないし。それじゃわざわざここに来た理由も分かってよ。
違う。違う。それが理由なわけないでしょ。もうちょっと真面目に考えてよね。しょうがないわね。ここは特別な場所だけど、でも今日はここじゃなくてもいいっていうか、問題なのは私たちっていうか、むしろ私たちじゃないっていうか、だからその、せっかく恋人同士だし、二人きりでお弁当食べたいのって。なんなのよもう。新一って肝心なところで鈍いんだから。ありがとう。そうかな。ほら、バッティングセンターでさ、私に演じすぎって言ってくれたでしょ。やっぱり自分でもそう思うの。もう少しみんなの前でも私らしく自然に振る舞えたらって思うんだけど、そんな自分をさらけ出すの怖くて。あ、私を何だと思ってるのよ。見た目だけはね。そうかな。私も新一を独り占めしたいな。何か言ってよ。食べましょう。のんびりしてるとお昼終わっちゃう。どうしたの？まずいならなんで買ったの？健康志向？あの、ね、聞きたいことがあるの。新一ってやっぱりメイド服とか好きなの？やっぱりなし、なしで。新一怖い。だってそれ、あけぼのくんの目。そうして
突然変なことを聞いた私も悪いわ。ごめんなさい。朝話してたじゃない、男のロマンがどうとか。あのね、もし私がメイド服を着たら。え？そうなの？そうよね。ちょっと安心した。だってほら、メイド服とか恥ずかしいし。新一？顔が。舞台じゃないし、恥ずかしいわよ。お誕生日おめでとう。何その微妙な間。もしかして自分の誕生日忘れてたとか。私がそばにいてあげないとダメね。ほら一緒にお祝いしてあげる。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア新一、ハッピーバースデートゥーユー。誕生日おめでとう。小学校の頃は一緒にやってたわよね。やっと元に戻れたんだ。それじゃあ切りましょうか。いいの、せっかくの誕生日なんだから。何か言った？はい、召し上がれ。あれ？新一、どうしちゃったの？
もしかして、おいしくなかった？冷めないよね。私たち、これからもずっとずっと一緒だよね。永遠だよね。キスして、キスをすると不安じゃなくなるの。だからもっと夢中にさせて。ねえ新一、これからもずっとずっと一緒にいようね。ありがとうね。私も今日のことはずっと忘れない。もし生まれ変わっても忘れない。絶対絶対忘れないから。そんなことない。だってあなたは私の初めてを奪ったのよ。だから絶対忘れられないの。これから毎年誕生日を迎えるたび、今日の出来事を思い出すの。いいよ。うん、ありがとう。もう離れないんだから。あ、そうだ、プレゼント。わあ、もう無駄か。ほら、教室でメイド服がロマンとか言ってたでしょ。だから私今日はメイド服を準備して、それで私をあなたにプレゼントしようかなって。でもああいうことをしちゃったから、せっかく準備したのに無駄に。え、でも新一、もう新一。なんかそれ、いろいろ不純な動機を感じるような。もうバカ。わかった、わかりました。着替えてくるから、ちょっとだけ待っててくださいね、ご主人様。まだまだ、今度こそ。ミャオ。ああ、惜しい、三塁だ。ちょっとなんだけどな。で、新一、見てなかったの？猫？本当だ、黒い子猫。新一、写真よ写真、近くから写真撮って。私の使って、これ。Thank you.
一。チャンスだったのに。新一？ちょっと何見てるの？返して！まさか日記見てたんじゃないでしょうね？私の勝手でしょ。私はね、いつでもどこでもあなたとの思い出を見返せるようにしたいの。おかしい？ごめんじゃ、すまないわね。罰として私の代わりにホームラン打って、打つまでバット振り続ける、それとも空振りを笑われるのが嫌？新一、かっこいいよ。うん、本当にかっこいい。空の数だけ、外風立つ夢に消えてゆくわ。やっちゃえ！夕立の屋上で溶けていく。夜を照らした月色の恋、急に止まった帰り道に浮かんだ願いは、空を舞うような君の話にずっと笑ってたい。モノクロの歌と共に口火